長井京平は佐賀県鳥栖市出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。小学校1年生の時に野球を始め、中学生時代は小郡リトルシニアでプレーした。海星高等学校では1年生の時に遊撃手のレギュラーになった。首相として迎えた3年生児の夏の長崎大会では、投手としても3試合に登板した。 第93回全国高等学校野球選手権大会では、初戦で東洋大姫路高校と対戦。3番、遊撃手として、先発出場し、エースの原樹里相手に4打数1安打だった。先発投手が負傷したため4回の途中に急遽、救援登板し、4回に3大投げ3点本塁打を打たれるなど4失点だった。高校通算では27本塁打を放った。 2011年10月27日に行われたプロ野球ドラフト会議で埼玉西部ライオンズに4巡目で指名され契約金4000万円、年俸600万円で仮契約を結んだ。背番号は59。2012年3月6日に行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとの練習試合では先発出場し3安打1盗塁を記録した。 7月14日に初めて出場選手登録され、7月15日の対オリックスバファローズ戦の9回に代打でプロ初出場し、初打席は三振だった。7月25日の対千葉ロッテマリームズ戦では9番二塁手で初先発出場し、10月3日の対楽天戦では5回の第二打席で初安打を放った。2013年3月29日の北海道。 日本ハムファイターズとの開幕戦では9番、遊撃手で先発出場した。西部において開幕戦で10代の遊撃手が先発出場したのは1954年の豊田、安光以来だった。6月12日の対中日ドラゴンズ戦の8回に敵地打を放ち、プロ初打点を挙げ、7月6日の対千葉ロッテマリーンズ戦の5回には初本塁打を放ち、 9月15日の対ロッテ戦の7回に初盗塁を記録した。2014年は開幕を2軍で迎え、4月18日に出場選手登録されると、同日の対オリックスバファローズ戦でシーズン初出場。最終的に出場試合数は前年を下回ったものの打席数が増え、打率と出塁率もわずかに向上した。2軍では7月17日に行われた、 フレッシュオールスターゲームにおいて1番、2塁手で先発出場したが4打数無安打だった。2015年の春季キャンプでは田辺徳夫監督の指導の下、プロ入り時から左打ちであるが右打ちの練習を行った。この年も開幕を2軍で迎え6月10日に1軍登録された。昇格後は主に遊撃手として起用され54試合に出場。 守備固めの起用が多く、1年目より少ない30、打席にとどまった。2016年も2軍で開幕を迎えた。5月12日に1軍登録され、昇格後は遊撃手として起用された。6月下旬に鬼崎雄二から遊撃のポジションを奪取したものの、打率は1割台へ下降。8月から再び鬼崎にポジションを奪われ、その後は守備固めの起用となった。 この年は74試合で打率、162だった。オフに、背番号を浅村坂江戸がつけていた、32に変更した。2017年は4年ぶりに開幕一軍登録を果たすが、遊撃手は、現田宗介が務めていたため、三塁の守備固めでの起用が主となった。5月30日に一軍登録を抹消されるが8月15日に一軍登録され、 8月16日には9番、三塁手で先発出場した。2018年は4試合の出場に止まった。2019年4月14日、現田が左手支給の影響で欠場したことで、自身3年ぶりの遊撃守備となる9番、遊撃手でスタメン出場した。2020年は一軍出場はなかった。宮崎フェニックスリーグ参加メンバーだったものの、途中離脱させられ、 11月13日に球団より来期の契約を結ばないことが発表された。その後、動画サイトを通じて現役を引退していたことが発表された。プロ入り時で50メートル走のタイムは6秒0で、遠投は118メートル。安定感のある守備が売り。また、高校生時に投手としては最速時速149キロメートルを記録している。プロ1年目に、 渡辺久信監督から松井和夫二世と評された。ありがとうございます。